なんで当てるのよ。人間技じゃない。ちょっと今日名探偵がいますね。本タメ。はい、こんにちは。それでは本タメ始めていきましょう。たくみです。あかりんです。犯人はお前ら、ミステイの歴史。おお、かっこいいスタートですね。かっこいいね、いいね、はい、言ってみたいね。でしょ、普段はできないけど、やっぱホワイトボードの前ならね、何も怖いことない、うんうん、慣れてますもんね。はい、そうですね、はい、この圧倒的安心感の中でやらせていただきますけども、はい、あらかじめですね、注意がございまして、うん、はい、今日赤にはですね、僕より30センチ高いところに乗ってお届けしております。30センチは高くないよ、はい、30センチ高かったらもうちょい大きくないですよ。このぐらいになるよ、はい、珍しいね、スタンド形式の撮影ですので、視聴者の方にびっくりしてたかもしれませんけども、ね、はい、僕は、膝立ちで赤人が教壇の上に乗っております。膝上長、はい、まあ、謎だらけなスタートと思うんですけども、はい、謎だらけですね、まあ、そんなね、はい、謎を扱う小説、はい、まあ、ミステリーですけども、まあ、いろんな、ね、定義ございますが、今回は、まあ、主に推理小説と呼ばれるものの、まあ、歴史を追っていきたいと思います、はい、ずっと聞きたかったですけど、ね、今回の話を聞くとメリットをお伝えしましょう。お、メリット一つ、はい、いろんな作品がオマージュしている大元が分かる、うん、あ、大事、はい、結構いいですね、そういうのもね、うん、ミステリーに限らず SF もありますけども、やっぱ最初のね、潮流を知ることによって何枚も今の作品が楽しめるようになる。いや、大事、はい、そして2つ目、はい、名探偵コナンのキャラの名前の由来が分かる、うん、おー、なるほど。あれはベースにいろんな作家さんのキャラクターがいるって感じですか。はい、コナンのね、キャラクターの名前は多くがね、その推理小説の作家さんだったりとか、声優さんだったりとか、ガンダムだったりしますけども、ガンダムだったりしますね、はい、まあ、そのね、推理小説の部分がよく分かるようになります、はい、結構ね、知らないことも多いと思うんで、はい、ぜひそこら辺も楽しみに聞いていただければと思います。はい、楽しみです。本ため、はい、ではですね、早速始めていきたいんですけども、うん、まあ、推理小説をどう定義するかはね、いろいろありますけども、うん、非常に一般的に言われている推理小説が始まったのがどれぐらいかという話なんですが、うん、まずですね、まあ、いろいろすごく古くからあるらしいんですよ、うんうんうん、そういう何か悪いことした悪者を何かしらね、その追い詰めていって、うん、お前らとかってやるのはあったらしいんですけども、うん、今我々がイメージする推理小説、名探偵がいて、うん、はい、で語り部がいてっていうのが、うん、形が完成したのがですね、うん、1841年モルグ街の殺人だと言われています。お、はい、タイトルは聞いたことあります、ね、時代背景的にはですね、1830年代ぐらいに、うん、イギリスの警察制度が完成していたことが大きいらしいです、うん、我々がイメージするその近代のね、感じが、それまでは結構なんか法を元に戦うっていうのがなかなかできなかったので、はいはい、でその時代背景も結構その錯綜としてらしいんですよ、うん、だからいろいろとまあストレスも保つらしい。そんな中で生まれてきた作品がこちら、エドガー・アラン・ポー、この方がですね、まあ、最初の推理小説と呼ばれるものを書いた方ですけども、これは本当にもう形は我々がイメージする推理小説、ほう、まあ、本当にすごい名探偵がいて、うん、でまあ我々サイドの平凡な語り部がいるという形ですけども、はいはいはい、まあすごく斬新な推理小説でして、うん、すごく短くて、今青空文庫でも読むことができますので読んでほしいんですが、はい、まあ、ざっくり言うと、うん、密室殺人事件ですね。いきなりあらま、はい、確立した最初が、はい、すごいで、まあ、部屋の中ではですね、うん、すごく、まあ、無残に殺された死体があるんですけども、うんうんうん、でも人間技とは思えない、もう本当に大の男 4,5 人でやったんじゃないかみたいな感じで、で密室が完成している、なぜなのかという。ちなみになんでだと思います？当たったらピー入れるんでね。で無残に殺されてるんですか、はい、人間技とは思えないんですよ本当。ピーでお願いします。なんかもうほぼ正解なので、なんで当てるのよ。人間技じゃないっていう、やっぱね、出してみたらね、ヒントがやっぱ素晴らしい、出してみたら当ててくれるんですよね。素晴らしいヒントがね、あるあるですけども、いやいや本当にいい感じに振ってくださる、はい、面白くない、これが最初の面白い。なんでなんかもっとあるよ、はい、最初なんだったらきっといきなり変わり、結構 ね、 変わりだよね。今だってそういうのってなんかなかなかね、ね、レアでっていうか、うん、まあ、ちょっとなさそうですけど、はい、まあ、というところで始まりまして、はいはい、でもまあ我々が想像する名探偵って、まあ、この作品の中に出てくるオーギュスト・デュパンではいるんですけども、うん、はい、じゃないですよね、うん、もっとどう名探偵で言ったら誰？シャーロック・ホームズ。正解、シャーロック・ホームズが出ました。1887年コナン・ドイルのヒーローの研究、はい、ちなみにコナン・ドイルまだこの時には医者やってます。あら、じゃあで副業で患者さんが来ない間に小説書いてたらしいです。なんかすごい知念先生みたいなね。知念先生お仕事しながらね、そんな暇じゃないだろうに小説も書いてらっしゃいますね。元祖かもそういうね、すごい。
コナンドイルはまあ一種の傍ら、はいはいはい、あ、ちなみに忘れた、面白い話だった。江戸川アランポー自体も謎の死を遂げています。怖い、原因不明、現代の科学でいろいろ調べられてるらしいですけども、人間じゃないものに、歴史研究も含め、まあ、ということで戻りますけども、はい、まあ、コナンドイル現役の医師でこれを書いて、はい、初めてシャーロック・ホームズが出てきます。 おめでとうございます。 ありがとうございます、はい、あなたは本タメやって舞台上やってますね。そうです、っていう有名な握手をしただけでワトソンのね、職業を当てるっていうシーンもございます。あれじゃん、はい、コナン君の一巻で、一巻でね、新一がやったやつだ。そう、シャーロック・ホームズに憧れてやってた、ね、新体操やってますね。そう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 、あのスカートがピラッとなってあざあるからでしょ、はい、何見てんだよってねやつありましたけど、ね、まあ、これシャーロック・ホームズが出てきて、ワトソンってね、有名な語り部も出てきて、まあ、形がすごく確立されていて、我々がイメージしてする人たちにどんどん近づいていきます、はい、まあ、かなり影響されてるだろうね、うんうん、この後の作家さんたちは。なるほどね、はい、でいろいろ作品がどん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 面白いの生まれていきまして、はい、そしてですね、少し視点が変わったやつも現れました、うん、それがこちら、モーリス・ルブランのアルセーヌ・ルパンの逮捕。お、ルパン三世ね、はい、皆さんご存知だと思いますけども、三世って言ってるんでね、うん、まあ、元ネタがあるわけですけど、はい、ここで現れます。あ、この人、はい、怪盗です。おー、かっこいいね、はい、まあ、何が斬新かと言いますと、うん、まあ、探偵ってね、そのいい役が主役な感じだったのに、はい、ここでちょっとひっくり返った形で出てくると。なるほど、ね、怪盗目線で書かれた作品が出てきます。あら、まあ、ちなみに問題です、うん、コナンドイルはもちろんね、コナン、大探偵コナンのコナンの名前由来になってますけども、はい、モーリス・ルブランも実はあるキャラクターの由来になっております、うん、誰でしょう。ラン姉ちゃん。正解です。ラン姉ちゃんの本名はフルネームでモーリー・ラン、モーリス・ルブランから来ておりますね。来ていると言われてますね、はい、確かにこれ言われると、まあ、ほぼ確実に来てるなと思いますけども、ね、はい、こういった作品も生まれ出します。ともとも、あっという間にね、1900年代ということで、あら、ま、はい、迫ってきてますけども、うん、今回のゴールは、まあ、日本の我々が今読んでるような雰囲気の作品まで行きたいんですよ、お、はい、なのでまだまだ進んでいきます、はい、では1913年、はい、トレント最後の事件という作品が出ますが、はい、これはですね、斬新でした。あら、問題です、はい、ここまでの作品と比べて何が大きく変わったでしょう、はい、あ、分かった分かった、名探偵が死ぬ。これはですね、短編がメインだった推理小説が長編になった瞬間なんですよ。あー、な、そういうことなのか、はい、なんで短編が多かったかというと、はい、僕の予想なんですけども、やっぱ1個 その謎があって、うん、解いて事件が解決っていうと、なかなかね、長くはならないはずなんですよね。まあ、そう、確かにね、なかなか引っ張れないでしょ。シャーロック・ホームズなんて基本的に短編ばっかりですから。そうなんですね、はい、うん、でもどうやって長編にしたと思います？得意分野です。あ、分かった、はい、めっちゃ詰め込むいろんな要素ねいろんな、でもね、一個大きいものを入れるだけでね、実は長編になったんですよ。ある要素を入れた、推理小説に。どんでん返し、うん、それは結構今までもありました。これも言ったらどんでん返しだし ね、まあ、もっとね、あ、確かにこの要素を入れるだけで膨らむよねっていう要素を入れてます。普段はどんな作品紹介してますか？なんか恋愛要素を入れた。正解です。名推理、そう、恋愛要素を入れることによって長編が完成します。やっぱ人間関係でね、盛り上がりますからね、うん、物語ってね。ここでですね、はい、あ、確かにこんな書き方あるんだということで、長編の時代突入します。おー、すごい。短編の時代長いですね。長いですね。41年から13年まで、うん、まあ、やっぱね、その謎解きって言ったら長編のイメージはなかったんでしょう ね、まあ、ね、推理してっていう、何かだって気になってさ、うん、引っ張られたら困るじゃんと思ったかもしれないね、まあ、確かに、うん、でもここで、あ、こんな滝のタイプもあるんだということで、うん、長編の時代が突入するんですけども、はい、同時にですね、黄金時代を迎えます。あら、長編がありなんだ、うわ、そしたら俺もこれ書けるぞこれ書けるぞって言って、いろんなタイプの作品が現れます、うん、その中で有名な作家さんたちがどんどん出てきます、はい、例えばアガサ・クリスティ。あら、まあ、僕ね、このチャンネル何度もね、はいはい、紹介してますけども、まあ、おそらくアガサ博士の、まあ、由来でしょうね、はい、おそらくね、おそらく ね、はい、あとはね、バンダイン、はいはい、あとはアントニー・バークリーっていう、あの毒入りチョコレート事件、おお、ご紹介いただきましたね、はい、ました。あとはエラリー・クイーン、おお、はい、エラリー・クイーン、はい、有名な作家さんですけど、実はこれいとこ同士のコンビ作家です。あ、そうなんだ、はい、へえ。なんかね、エラリー・クイーン、ちなみにコナンのあるキャラの由来と言われていますが、また難易度が上がります。誰でしょう？あれよ、ラン姉ちゃんのママ。あ、正解です。すごいね。旧姓わかります？旧姓のフルネーム、なんかね、あのキサキみたいな、なんかエリみたいな、なんか感じの名前じゃないですか。合ってます。一個一個繋げた、合ってます。キサキエリ、あ、そうそうそう、はい、なのでクイーンエリで、はい、まあ、エラリークイーンがね、ぴったりだというふうに言われてますけど、覚えてた、はい、あとはカーとかね、できて、まあ、結構そういう人たち呼んでると、まあ、これここら辺の名前がちょこちょこ出てくることがありますけども、はい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 、はい、こういう人たちがどん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 現れ始めました、うん、ちなみにエラリークイーンはね、あることで有名なんですけども、うん、
まあ、エラリー・クイーンが書いたある小説のシリーズで、いつもこれが登場するっていうギミックがあります。今の推理小説では当たり前のように受け入れられてるんですけども、結構当時はまだ新しかった。我々読んでいて途中でうっなんだこれっていう。わかった、はい、読者への挑戦状。ちょっと今日名探偵がいますね。何も突っかかることがなく構成共有してんじゃないですか2人してない、いつしたっけ昨日の夜かな。してないね。ちょっと鋭すぎませんか。たけんさん多分ヒントがいい感じ。いや今日冴えてる。本当、言ってないよ。さっきはまだね、ここら辺もわかるけど、今のなんてまだちょっと遠くから行こうと思ったから。今日そういうなんか調子良すぎるから。読者への挑戦が有名ですエラリークイーン。あ、そうなんですね、はい、謎解きパートの前に止めさせられて、今までその提示されてますよ条件はつって、あなたたち整理してくださいって形のやつが有名ですけど、ここら辺から現れてるわけですね。びっくりしちゃいますよね、初めて読んだ人とか ね、 そうね、急に喋ってきたみたいな、急に俺に言ってね確かにというわけで、まあ、ここら辺がまあ本当の前半部分で、まあ、ようやく、ね、有名な作家たちがどんどん現れていって身近になってきたと思います。本ため、はいはい、ではですね、長編の時代突入したんですが、はい、一体いつ頃日本にやってきたかと言いますと、まず日本には探偵という文化なかったです。あら、ま、はい、文明開化で西洋の文化がやってきて、で探偵という概念が導入されました。お、はい、確かにそういうことか、はい、なんかね、少年探偵団とかね、はい、あ、いいロマンな感じですね。いい線です。今からその話をじゃあしていきたいと思います。はい、何で我々その探偵というものを日本で広く知ったか、それやっぱり江戸川乱歩。お、はい、もちろん名前の由来は、はい、こちら、はい、江戸川乱歩をもじってできた名前ですね。はい、昔の作家さん結構もじりが多いですね。あ、そうなんだ。名前がくたばってしまえも、ああ、くたばってしまえから来たみたいなね、やつもありますけども、もじりブームだったかもしれない。江戸川乱歩ももちろんその一人、名前のなんかその語呂が良すぎて、本名かなと思う瞬間ありますけども、ね、本名平井太郎さんかなそうなんだ。そうだな。だからこそのいい、すごくいいネーミングですね。いや、はい、いい名前つけましたね。はい、というわけでですね、最初に1925年、飯塚の殺人事件、出版されます。はい、これで日本のある有名な名探偵が登場するんですけども、わかりますか？明智さん。正解。明智小五郎が出てきますね。よれよれでもじゃもじゃな感じの名探偵が出てきますけども、ギャップでやられちゃうみたいなね。かっこいいね。そういう名探偵像も出てきてですね。我々の中での名探偵と結構そっちの人もね、多いかもしれないですね。例えばデスノートの L とかもね。ここで、まあ、江戸川乱歩の作品の一つで、1936年にですね、怪人二重面相というのが出版されまして、僕このシリーズ大好きなんですけども、少年探偵団です。はいはい。はい、少年探偵団 ね、ここだったんだってね、知らない人もいるかもしれないですけども、コナンが最初じゃないんだってね少年探偵団さん、ね、確かに、こっちがね、こっちがね、はい、そう、そこで、まあ、今言った名探偵とセットでね、子供たちが出てくるっていう、子供たちが事件を解決していったりする、危ない目にあったりするっていうね、ところが出始めています。いや、子供こういうの読むとね、やりたくなっちゃうんですもんね。やりたくなっちゃう。でも子供の頃覚えてます、怪人二重面相ね、表紙が怖くてなかなか読めなかった。あ、怖い、確かに確かに。そう、でもね、伝えておきたい、中身全然そんなんじゃない。あ、そうなんですか、めっちゃ怖そう。表紙が怖いだけ、中身は結構やっぱね、まあ、子供向けというか、いろんな人に見られるために書いたはずなんで、はい、なかなり広くね、対象者取ってますんで、ぜひ読んでみてほしいですね、はい、というわけで日本に探偵という文化がやってきて、我々も広く知ることになります、そしてちょっと隙間が来ますけども、1960年代からですね、一気に作品の種類がバッと広がります、おー、すごい、はい、多ジャンルに時代が突入します。社会派だったりね、あとはトラベルミステリー、おー、西村京太郎さんが有名ですけど、はいはいはい、聞いたことあります、ね、あの新幹線乗るときとか ね、だいたいこのタイプのやつにちょっといっぱい入ってますけども、キオスクみたいなところにね、はい、旅にぴったりだ ね、あとビジネスものもね、出てきまして、ビジネス絡みで事件が、なるほど、はい、あと歴史ミステリー、おー、はい、歴史の中で古くあったところで、舞台がそこでなんか事件が起きるみたいなものも増えてきまして、あと美術絡みだったり、あとはあかりのね、はい、SF のミステリーをね、いいですね、はい、筒井康隆さんとかね、確かに出てきてますけど、はい、そうするともうね、ここまで来た我々のね、目にも触れるというか、結構もう実感が湧くようなね、年になってきたんじゃないでしょうか、そしてですね、我々が今目に触れているジャンル、この、書いた中で一番新しい1987年に、相津由紀人さんの10閣下の殺人が出版されます、はい、いやすごいね、こんな昔なのねえ、未だにだって言うて最近初めて読んだみたいな人見ますよ、いや、いるよ、全然いるよ、ね、
さっきもね我々会話の中で十角館のね見取り図書いたシャリ T シャツ欲しいって話してたぐらいですから、十角館グッズ最近出てますからね、色褪せなさすぎるね、うん、はい、でこれ結構ね、ま、斬新だったんですよ。いろんな、ま、ジャンルが広がってきた中で、はい、これぞザ・ミステリーみたいな、その事件提示があってしっかりと謎解きがあってって形の、まあ、日本では本格って言われる分野ですけども、古くはエラリー・クイーンとかカーとかが書いていたタイプの作品がですね、これを、まあ、皮切りにバーッと増えていきます。で日本で何と言われてるか、新本格って言われています。聞いたことあります、はい、新本格、まあ、やっぱちゃんとそのロジカルなやつ読みたいよっていうね、うんうん、昔はちなみに結構毛嫌いされたらしいですね。あ、そうなんだ。最初の方の推理小説とかはロジカルすぎるように書くと今の小説と違いすぎて、もう読むの疲れたわみたいな、あ、もうそんな説明しないでくれみたいな、そう、まあ、やっぱね求められる時代が来て、でもう一回時代を経て日本でねまた輸入されて、どん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 洗練されていって、これ新本格の時代へ。すごい。でここら辺から有栖川有栖さんとか、はい、真矢豊さん、はい、貫徳郎さんの作品とかが出始めまして、はい、で本当にもうここまで来たら我々がね、うん、よく目にする人が入ってきてます、はい、なるほどね、はい、すごいなんか情報量を今日、ね、これ裏返るんですか今から裏返る秘密やりましょうか第2弾人気だったら、はい、新本格から今の時代に、はい、まあ、本当にそのいろんな作品でオマージュされたりとか、うん、まあ、本当にそれこそ最初に言ったコナンの声優さんとかも、ね、はいはい、いろいろこう出てきたと思うんですけども、うん、まあ、じゃあ名推理してるんで特別に、じゃあ今回の話とは関係ないですけど、はい、じゃあコナンの問題出します、うん、はい、小島玄太いますね、はい、玄太くん、はい、それ作中のあるキャラと同じ声優さんなんですけども、はい、誰と声優さんが同じでしょう。高木警部。昇進してる。あ、警部じゃない、刑事か、刑事正解です、はい、警部に高木渡がいますけども、はい、詳しいね。いや、声が一緒だなって思って。マジか。高木渡の声優さん名前知ってます、うん、あ、なんだっけ、本一緒なんじゃないでしたっけ、名前が。全部知ってるね、高木渡さんですコナンの由来は結構だから声優さんもあるので、見るときにはこれはどのパターンかなって見てほしいなあ、まあ、そのなんか作家さんから撮ってるのか、うん、ガンダムから撮ってるのか、うん、声優さんの名前なの。最近はガンダム多い。最近はガンダム、はい、一つ前がそうや、声優さんガンダム多いね。なるほど、そうなんだ、いいですね。というわけでですね、はい、まあ、いろいろと知っていただいたと思うんですけれども、はい、これがまあざっくりとしたミステリーの歴史でした。すごい楽しかったね。え、うん、あんまやってる人いないですよ、そんな。調べてみたらなかった。なかった。いや、これを多分求めてる出版社さんいる気がするわ。確かに、ね、うん、視聴者もね求めてますよ ね、 本当にね、でも読みたくなったでしょ、初めてのなんとかとか言われてさ。え、だってしかもだってなんか読みづらそうだったけど短編だったらいけるわって思いますね。いや、そうなんですよね、うん、短編ばっかりですから最初の方のやつは。読みやすいね。そ、聞いててなんか難しそうっていう本はなさそうですよね、うん、聞く限り。まあ、今回紹介したら本当に難しくない。これ本当に自分小学生の時読みましたから。あ、そうなんですか、はい、読めるね。今でも覚えてますよ、うん、だって青空文庫で読めるんですもんね。ここら辺はね、青空文庫だね、もちろんね、うんうん、はい、で読んでみます。ぜひ読んでください。本ためということで、すごい勉強になった。 D はありますか、なんか。87年以降もう聞きたくなりましたね、うん、今の流れをねえ、ね、どうまとめればいいんだろうね。でもね、最近の流行りって何ですかね。やっぱ特殊設定とかになってくるんですかね、特殊設定。ここから次に関したら特殊設定かな、設定な気がしますね、うんうん、いや、時代が新しくなればなるほどちょっと分類が難しくなってきますよね、うん、そうかもしれない。ちょっとまだね、その固まってないしね。そう、はい、もちろんここら辺もいろいろあったと思うんですけどね、はい、後々引いてみてみたら目立った部分が、うん、まあ、ここだったとか、ね、うんうん、だけだと思うんで、ね、まあ、いずれね、本当があと50年続いたら、はい、やりますいいですね、はい、楽しみにしてました、はい、うん、はい、ということで今回の授業面白いと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。公式の X の方でございますのでフォローよろしくお願いします。お願いします、はい、それでは次回またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。じゃあ、あかりに特別に、はい、質問チケットあげます。チケット、そんな制度が。え、このルパンとか、この回答目線みたいなのっていうのは結局やっぱ回答が何か事件に巻き込まれて解決する型なんですか。いや、回答活躍します。あ、それはなんか謎解きの方も探偵代わりにやるみたいな。謎解き要素もある作品があります。あ、そうなんだ、はい、ルパンは。なんかほら、やっぱり今の私たちの中での回答ってやっぱかっこいいポジションだから、うん、なんか言うなればね、うん、探偵と同じポジションというか、ルパン三世もね、うん、どっちもありますよね。ね、本当に逃げるのがメインになったりとか、事件に巻き込まれちゃった、これ今解決しないと俺が危ないみたいなね、ありますありますけども、そうそうそう、まあ、かなり原型だと思います。なるほどね、はい、クイーンもそうだもんね、はい、勉強になりました。はい。
これルパン2世気になりますね。確かに2世いんのかな。でも2世いないと3世いないか。誰かが書いてるんじゃないか。コメントお願いします。ルパン3世のファンが書いてる。つなぐやつ。つなぐやつ、うん、書いてる可能性ありますね。